言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、ビーファーストの話をね、またさせてもらいますけれども、まあサマーソニックの話ですね。ビーファーストがマウンテンステージの鳥だったもんですから、高祝いの人たちも結構見ていたっていうところがあって、1個前でもブリスフルの時の話で、私の周りの人たちの反応といいますか、空気感が変わったみたいな話をさせていただいて、それはそちらで見ていただければと思ってます。1個前の動画になっております。で、なんていうか、まあ BE:FIRST のライブでおかげさまで高祝いの人たちや初見の方がたくさん褒めていただけるっていうのは、もう結構ありがたいことに定例化しているというか、いつもいつもありがたいことにたくさんの声をいただけるということで、ね、別に運営でもなんでもないし、ね、マネージャーでもなんでもないんだけど、なんかそういう感じになりますよね。ありがとうございますと。ね。でもそれはもちろん彼らのパフォーマンスがむちゃくちゃ良いからっていうところではあるのでね。まあまあ。で、なんかごく一部で、やはりいろんな、違うな、ごく一部で、そういうちょっとね、強めの意見が出たりするっていうのはあるかもしれませんが、まあ感じ方は、人それぞれだったりするからね、まあまあそれはいいんじゃないかなって思ったりしますが、はい。で、まああれですよ、ポジティブな方面といいますか、物事がポジティブな方面を見ていくっていうことにやはり専念したいというところがあるわけですよね。で、いろいろ意見が上がっております。まあ意見というか、初見の方とか他のグループのファンの方とかね、例えば海外アーティストがですね、Bring Me The Horizon とか、オーロラとか、フーバースタンクはちょっと後かな。まあでもとりあえず、結構ね、IVE もそうだったかな。ちょっとあれですけど、ちょうどね、BE:FIRST がマウンテンステージでトリをやってる瞬間って、大体他のところは、なんていうか、海外アーティストだったんですよ。そう。ヘッドライナーが Bring Me The Horizon というね、バンドで、ベビーメタルもそこに出たというところもありまして、なかなかのものだなと思いましたが、でもね、マウンテンステージも後ろの方までずらーっと人がいっぱいいてね、モニターでね、映るんで、客席の状態とか、それがすごくわかるんでね、良かったですけどね。はい。あれの映し方も、ロッキンとかでもそうだけど、大体からくりがちょっとわかってはいるんですけど、まあそこはあえて語る必要はないですね。そのからくりのもとで言うと、BE:FIRST のマウンテンステージは、もういっぱい人入ってるよ的なそのやつでしたね。はい。まあそんなことはいいんですけど、そんなこと いいんですけどでもないけどね、それはありがたいことですから。ただ今回の主題ではないからね。まあ海外アーティストいっぱいいて、それと悩んだけど、BE:FIRST 見て選んでよかったなっていう人がいました。で、結局そのあんまりそのなんていうか、BE:FIRST 自体を知らない人とかだったりしたけれども、まあみんなのそういうのを見てすごく感動したっていうところがあったみたいで、ソータくんはね、知っていらっしゃったみたいですね。多分あれですかね、音楽の日のあれでしょうか。その辺で来る人もいらっしゃるかもね。ダンスシーンのソータ見たいって人とか、直脇見たいって人とかね、ラビットのご飯おごりたい男見たい人とかね、いろいろいるんじゃないかなと思いますけどね。へえ。まあまあ、そんなのもありますね。直脇も見つかってますし、もぐもぐレオくんも見つかってますしね、ダンスシーンも見つかってますし、そんな感じですよ。もちろん他の人たちもみんな。っていうことで。BE:FIRST、ほぼ初見だけど、ずっと楽しかったっていう人もいますね。もうダンスと歌が全員うますぎてやばいっていうことだったりとか、あとなんかね、プラチナステージ、なんだっけな、プラチナムラウンジか。こう、VIP 席っていうのがちょっと高いチケット買うとあるんですけど、そこでゆったりと見てた人が、すごくね、ほぼ横からパフォーマンス見ていたらしいんですけど、動きが人間じゃなかったっていうと、肺活量と汗の量も半端なかったって話で、そういうところもあってました。で、男性の方で、BE:FIRST をあんま知らない状態で行ったけど、相当良かったって話と、で、あんなイケメンがかっこいい曲歌って踊ってたら、そりゃ女の子を押すだろうって思ったみたいなことを言って、で、その方もファンになったって言ってくださっておりました。それもありましたし、あとロック好きの男性の方がね、メンバーの顔も名前もわからないし、曲も一曲も知らないんですけれど、ダンスも歌もうまいし、もう男子校のわちゃわちゃノリだったりとか、熱いメッセージとか、そういったものをやはりすごくいいって言ってくれる人がいました。男子校のノリみたいなところとかね、なんか熱いメッセージとかもあるけど、
男性っていうか、おそらくは、まあ、私も含めて昭和とか平成を通ってる人間としては、結構そう男子校乗りのスポコンものとかって結構魂の部分で好きな人って多いっすよね。なんかそういうのとかに来るのかなって思ったりしました。メッセージ性みたいなところをすごく言ってくれてる人がいますね。グレートミステイクスなんかは歌詞がね、こうモニターに映ったりするんで、真ん中のモニターに映って横の2つのモニターには歌詞が流れないんだけどね、まあその辺とかね、歌詞流したらいいのになって思ったりすることもあるけどな、まあ何かしら理由があるんでしょう。で、そうですね、ウーバーワールドとかグレイなんかは全曲歌詞が流れるから、知らなくてもそれを見てみたいなところもあるからね、まあそこはやり方が違うからね、いいんですけど、ただやっぱりそのメッセージっていう部分もそうだし、やはりそこに歌のメッセージと MC のメッセージっていうところですよね。そう、やっぱね、 BE:FIRST の歌もラップもダンスもいいのは当然私たちはね知ってるわけだけど、MC もね、いいんですよね。一番最初にビバラロック2022年のやつで MC で指すっていうことをスカイハイから課題としてね、受けて、なかなか最初は MC もうまくいかなかったこととかも懐かしいですよね。はい。そんでもって、やっぱりね、高い位の人たちで、今回特にそのボーイズグループやガールズグループも多くて、そこもやっぱり見ている人たちってたくさんいたわけですよ。だから改めてかぶせなしで生歌っていうところに、そこになんかすごく、まあやっぱり感動してる人がたくさんいますね。フェスをたくさん見てるような人たちだから、でここ何年かのフェスは当然ですけど、アイドルとかボーイズグループ、ガールズグループ、まあ、ダンス&ボーカルグループも出てくるので、まあ、そこの部分ですよね。で、かぶせありとか、その音源流して、まあ、いわゆるそのね、こういうリップシンクでやるっていうところ自体を、その文化が悪いとは全然思ってないですよ。そういう人たちを見ていた時代もあるし、その方が、なんていうのかな、ダンスとかがすごくこう映えるし、揃うからっていうところで、そういう部分で、当然そういうところもありました。まあ主に K-POP ですけど、そこ行くと、まあ 80s なんかは本当に生歌でやってて、そこもさすがだなと思ったりするわけですけど、なんだろうな、でも BE:FIRST はダンスもバッチバチな上に生歌でかぶせなしっていうところね、ここのところがやはり驚かれる人多いですね。なんか何年か前にそのかぶせがあるなしの話で、何かしらのね、ちょっとしたあれがありましたね、ツイッターの方でね。まあそんなこともありつつでね、毎回毎回成長をしていくわけですけどもね。でもまあそれもいいと思いますよ。結局のところ物事とかをそうやっていろいろあって考える材料があったりすると、まあそれでこういうふうに、なんていうか、言われたら嫌だなって思うんだなっていうことをみんなが学んだりするし、でしかもベスティは、誰かが言ってたんですけど、ベスティ全体が一つの集合体のなんですけど、集合体というか、全部個々で全くそのリンクなく動いているはずなんだけど、なんか特性があって、同じ方向を向いてみんな進んでいく、なんか細胞が全部集まって一つの生命体になってるような感じのファンダムだっていう風な、なかなか面白い分析をしていた人がいたんですが、まさにその通りだと思うんですよね。だからごく一部の人が何かしらでツイッターとかでそういう風になったとする、でそれを結局のところみんなが大体共有していって、それがまた成長につながっている、それの繰り返しでベスティは育ってきたんじゃないかなっていうところもあります。まあ今後も結局残念ながらそういう風なものに反応する人ってのはなくなったりはしないと思います。まあそこの部分をどうスルーしていくかっていうところが大事で、そこは自分自身なんでね、私もそうだし皆さんもそうだし、あえて口に出す必要もないっていうところもあるし、うん、あとインフルエンサーとか YouTuber とかがね、まあ、YouTuber の人間が言うのもあれですけども、そういう風に煽ってくるタイプの人たちがいますけども、もうね、スルーしておけばいいです。で、スルーしておいて、そういう人たちのことはこれから見なければいいと。そんな形ですね。あ、これ言ったら、私がそれやったらそうなっちゃうけどね。まあ、そういうふうにはしないつもりですけど、まあ、もしそうなってたら、ちょっとまたご指摘いただければと思います。はい。ご指摘いただいたことも何回もございますんで、おかげで助かっております。はい。で、まあ、声量バケモンでやばいみたいな、そう、かぶせとかの物事の話の前に、その声量がやばいって話とかもしていったし、
それからね、やっぱり、そうですね、想像を軽く超えてきて放心状態みたいな感じとか、この方男性の方ですね、りょうきくんがかっこよすぎたって話で目で追ってたみたいな、そう、男だから浮いちゃうかなって思ったけど、男性のファンも結構いたって話で、そうなんですよね、ここがやはりだいぶ定例化してきているというか、もう男性ファンも結構いるっていう形が知られてきているなっていうところもあるんで、やっぱここね、すごく大事ですよ。特に高い場合の人たちが男性ファンはいっぱいいたって話をしてくれるの大事で、私もね、よく言うけど、実際そうだからさ。でも結局自分はベスティーだし、ね、ここフライヤーズって書いてあるけどね、フライヤーズでもあるから。うん、ベスティーだから、やっぱり身内の言ってることはね、どうなのっていうふうに思う人も中にはいますよ。でも高い場合の人が言ってくれるからさ、間違いねえじゃないかと。じゃないかということですよ。はい。ええじゃないか、いいんじゃないかと。はい。はい、お耳がヒーンとはいはいね、ジャマイカの弱視試験惜しいですけどもね、関係ないですね。K-POP 好きの方もなんかちょっ とコメントしてて、 K-POP あんまり関係ないですけど BE:FIRST マジでいいから見てほしいっていう風に言ってたりもしましたですし、あとそのファン層すごく広いんですねって話もしてました。前にそのちょっと背の小さい方いらっしゃったんで大丈夫なのかなって思ったら、結構そのおばあちゃんだったって話とかもしてらっしゃって、それもなんかやっぱりすごく新鮮のようでございますね。はい。で、スッキリでおなじみの坂口さんもね、見ていらっしゃって、サマソニー BE:FIRST のパフォーマンス見ましたと。特筆はソータさんでしょう。ギリギリのアクト、死に至るほどのダンスを芸術へと転化する試み。いくつかのアーティストは退屈でした。かっこ本音です。BE:FIRST のように限界に到達する劇場こそが次に来たるべき表現でしょうっていうね。限界に到達する劇場っていいですね。本当に、もう本当に限界までずっとひたすら必死にパフォーマンスをしてるっていうところで、余裕持ってゆっくりとこうね、やるっていうのも、まあそれはそれでいいのもかもしれないけど、何しろロックフェスですからね、爪痕残さねえでどうすんじゃいって話ですからね。そこ行くと自分が見た中でも、まあ BE:FIRST筆頭に、80s なんかはすごかったし、あとフェイルダスクもすごかったしね。あとはその、ベビーメタルがゲストで来たボディスラムもすごかったですね。はい。あとはそうだな、1日目だと、まあ、やっぱりバンドメイドだったりとかね、グレイもそうかな、ベテランなのにすごいスターの人たちはね、っていう風に思いました。グレイと BE:FIRST の共通点をグレイの動画を上げさせてもらって聞いたんですがね、本当にずっと仲がいいとメンバーがっていうところもありつつで、音楽が大好きみたいなところとかね、メンバーみんな大好きみたいなところもありつつね、本当に BE:FIRST もね、ずっと10年後20年後もその感じでいてほしいですね。実際グレイは未だにね、ドームツアーとかできる人たち、ドーム公演できる人たちですからね、すごいですよね。私もグレイ見て感動しましたからね。はい、っていう形でございまして、そうでね、まあもろもろそのいろいろ語ってまいりましたが、他の界隈の方々がいろんなねことを言って BE:FIRST のことをすごく褒めてくださっているのもありますが、まあ素直でにもするかもしれないですけど、一番驚いていたのがあれですね、ちょっと失礼、これやる人がいない、これわかりますよね。なんかね、海外とかだともうこれが普通になっててあれなんですけど、正直グレーゾーンではあります。いや、グレーゾーンじゃねえな、全然グレーゾーンじゃないんだよ、ダメなんでね、ダメなんですよ。ただダメなんだけどグレーになってるところはある、結果それで広がってるって部分もあったりするしってとこなんだけど、まあ基本ダメなんですよね。で、私も17、18両日いて、いろんなバンド、いろんなアーティストを大体見ましたよ。それでまあこれやってる人がね多いところもあるし、正直こうやって見て、あ、邪魔だなって思ったりなんかもするわけですけど、ですね、BE:FIRST に関しても最初はちょっといたんですけど、だから最初のメインストリームマスタープランのところあたりかな。ただね、いなくなりました。てかパフォーマンス見てそれでスマホとか撮ってる場合じゃねえって思った人もいたかな。全然上がんなかったっすね。ただね、それ気づいたのはそういうコメントを見てからなんですよ。後方から見てた人でBE:FIRST の時撮影する人少なすぎてびっくりっていう、最初2曲は割といたんだけど多分ベスティじゃなさそうみたいな話もしてて、次第にみんなこうハンズアップになっていて、 Don't Wake Me Up ではみんなスマホどうでもよくてめちゃくちゃ飛んでいたって話で、それがフェスなんだよねって話もしてらっしゃる方がいて、
それ見て聞いてっていうか読んで思い出したんですよね。あの確かに私あの BE:FIRST をあのですね下手また下手って言ってるわ、ステージ左側の方からあの見たんですよ。でその BE:FIRST との直線上のところに BE:FIRST との直線上のところにあのねこれがなかったっす。1個も結局最初はあったけどなくなってました。だから鮮明に見えました。うん、っていうことでしたよ。でも他のグループとかの時はやっぱりいろんなとこで見たけどやっぱりこれいるんすよね。まあでもまあまあまあしょうがねえかなと。うん、まあしょうがねえからでもないんだけど、まあここはもうねなんかねもうフェスでねそうなってるもんだからね。で海外に行った時にそういうのが出てくるのはもうしょうがない部分もあって、いやここはもう語ると全然終わんないからこの辺しときますけど、ただ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  BE:FIRST の時にはこれが結局ほぼいなくて、うん、まあいたのかもしれないけど、まあほぼほぼいなくて、私の見た側線上にもほぼいなかったということは間違いないです。はい、ということでそれにびっくりされていた高祝いの方が非常に多かったですね。はい、ということでした。うん、まあそういうことで、まあねそれもありがたいことですね。ベスティの民度がいいっていうところだと思うし、なんか本当に感動してらっしゃいましたよ。でね、星野源さんのライブもそうらしくて、むちゃくちゃ星野源さんのファンは民度がいいらしいって話も聞いております。はい、だからそこは本当に誇り高いなと思いますしね。今回もあえては語りませんけれども、結構レポートもいろいろ見ていると、こことここがそうだったとか、どこがどんな感じでこんな押されたなんか引っ張られたなんだかんだとかあったっすけど、まあ BE:FIRST の時はねなかったというのもあって、ちょうどタイラがねその前に出ていて、タイラのファンの方がレポートもしてて、まあ、要するにマウンテンステージで BE:FIRST の前タイラというシンガーが、アフリカの歌姫タイラが出てですね、あのサブリナ・カーペンターとかね、あのチャペル・ローンとかとも一緒にフェスに出て、それがニュースになるぐらいの、まあ、歌姫ですよ。はい、アフリカのね、南アフリカのシンガーというかアーティストがビルボードのアメリカの方でチャートインするのは50年ぶりらしいですよ。多分50年前はミリアム・マケバだと思うんですけども、違ったらすいませんね。ジェームス・ブラウンとかと同じ時代の人たち。はい、ミリアム・マケバも結構聞いてました。で、あのタイラね、ビーファのファンいっぱいまあまあいて、タイラって誰みたいな感じだったけど、出てきた瞬間にえやばいみたいな感じになって、それでめっちゃ叫んでたからこちらも嬉しかったっていう。タイラもめちゃくちゃカリスマですからね。あのですね、配信で見た方もいらっしゃると思うけど、実際そのタイラのステージ見るとむちゃくちゃやばいですよ。で、ちなみにそういえばね、ミリオンビリオンでシュントくん、マナトくんが、そのタイラのステージ多分今頃僕たち見てる頃ですね、とか言ってたんですけど、まあ多分タイラのステージは彼らも見るつもりだったんでしょうと。いや、あのね、歌もね、パフォーマンスもあとダンスもね、絶対に参考になる人だと思うのでね。歳はだいぶ若いと思うんだけどね。うん、そこの部分ですよ。なんかこう、ジュノン君とか似合いそうだなって思ったりしましたね。まあそんな感じで。で、まあ、それで、タイラが終わった後、そのね、タイラーのファンの方も、後ろの方で BE:FIRST 聞いてたら、ダンスやばすぎて震えたし、今 TikTok でめっちゃ漁ってるって話もしてました。そういうところもあって、まあ、BE:FIRST のファンダムがやっぱり民度がいいっていうのは、やっぱり他のアーティストへのリスペクトっていう部分もちゃんとあって、そこはもうスカイハイからね、ザ・ファーストの時からそういうのはあるし、その後もあのベスティがちゃんとそういうファンダムを育てて、育てるっていうか、それを受け継いで、で新規子さん関係ないっていう感じでずっとやってきてくれているので、そのおかげでね、本当にあのいいファンダムが築き上げられているなと改めて思いますね。不器用なとこもあります、私たちはね、泥水すすって這いつくばっていってるようなところもあります。でもあのそれがいいんです、きっと私たちはそれがいいんです。うん、新しいことやろうとしてるんだから、そりゃそうですよね。いろんな葛藤もあるし圧力もあるかもしれないけど、結果的にね、私たちベスティはあの BE:FIRST ほどではないけども、なんとか BE:FIRST のね、あのファンダムとして恥じないように、まあまあまだまだこれからですけど、その努力をしているっていうところはね、うん、重要だと思いますよ。まだまだ全然至らないところも多いファンダムでございますがね、でも本当に努力してるし、いいファンダムだと思ってます。はいね、いやー感慨深いですね。というわけで
高祝いの人たち、初見の方などなどの反応などまとめさせていただいて、特に驚いていたのが〇〇〇が少ないとか書いてあるかな、スマホが少ない、スマホ撮影者が少ない、うん、っていうことでございますね。はい、でした。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP ボーイズグループ中心ですが、 J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。でその時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで。そうした時に登録者数が多い方がやっぱり説得力があって皆さん来やすいというところもあるので、なので、あの、自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で登録に関してなんですけれども、あの、登録していただいても、あの、もちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。でもし一度登録したけど解除したんだけど、また登録してやろうかなって思った方は、もしよかったら、あの、またお願いできればと思っています。はい、でもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、あの、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、あの、よろしければお願いいたします。それでは失礼します。